こんにちは、若葉葵です。今、ちょっとしたバグを発見しました。まず、ドロワーがあって、その下にホッパーがあって、リサイクラーでスクラップを生産してる設備です。今、ドロワーに石が 23,300 個ほどあります。そして、この状態でホッパーの一部を別のアイテムに変えると、ドロワーの中の石が急速に減っていきます。こんな感じのバグです。余計なものが繋がってるせいかと思って、こうやって全部外してみても、ドロワーとホッパーだけの状態でやってみても、石がやっぱり急速に減っていきます。今回は施設の改善とあったら良さげなアイテムを作っていきたいと思います。まずドロワーを片付けましょうか。ではドロワーの代わりになるストレージを作っていきます。エンダリウムインゴットと強化ガラスとエメラルドで空の強振エネルギーセルフレームを作って、チェスト、鈴インゴットで、金庫を作って、金庫とインバーインゴットで、硬化金庫を作って、硬化金庫と強化ガラスで、増強金庫を作ります。空の強振エネルギーセルフレーム、増強金庫4つ、プラスチックシートでディープストレージユニットができます。ディープストレージユニットは同じアイテムを最大20億個貯めることができます。一応、ドロワーと同じ症状が出ないか確認してみましょう。2200個あって、バケツに変えると、満杯じゃないなら速度は普通か、消えるってことはない。よし、ホッパーを埋めると、あー、ホッパーのバグ、別のディメンションで試してみよう。石を詰めて、この中に石を詰めて、バケツに変える。あー、チェストではどうだ？バケツに変える。チェストでは起こらないのか。まあ、ホッパーを使わなければいいだけの話か。アイテム缶に差し替えよう。前回クワリを動かして丸石がたくさん手に入ったので、これを作りたいと思います。変換引き出しですね。これをクリアすると丸石がもらえます。まずは鈴のエレクトロンチューブを作って、鈴のエレクトロンチューブと、鉄の歯車4つ、ピストン4つで圧延器ができます。今作った圧延器を使って鋼鉄を4つ並べて鋼板を作ります。鉄の歯車と鋼板4つで、鋼鉄の歯車ができます。これを4つ作って、金床とピストンと鋼鉄の歯車でメタルチェストができます。圧延器、2×2 のドロワーと、メタルチェスト、ピストン2つに、30丸石圧縮ブロックですね。これで変換引き出しができました。これでご褒美として丸石がもらえます。
エネルギッシュアロイ一つと、ソーラリウム二つで、エクスペリエンスロットを作ります。エクスペリエンスロット一つと、ソーラリウム、マシンシャーシ一つで、エクスペリエンスオベリスクができます。経験値銀行です。こんな感じで UI を開くと、経験値の出し入れが自由にできます。久しぶりにルニックダンジョンに来ました。ルニックダンジョンの進み具合は、これだけです。なぜかというと、この鍵ドアの鍵がチェストから出なかったので、進めなくなってしまいました。ですので、この壁を突破できるアイテムを作りたいと思います。まず、ビブラントクリスタルを作ります。次に、ソウルバインダーでエンダーマンとビブラントクリスタルを合わせます。そうすると、エンダークリスタルができました。エンダークリスタルとダークスチールで、スタッフオブトラベリングができます。これでワープを使って壁を飛び越せると思います。じゃあ試してみましょう。シフトをしながら右クリックでいけるはずです。えい、お、いける。お、危ね。トラップの改良に使えそうなアイテムがあったので、このアイテムを作ってみたいと思います。コーポラルアトラクターというアイテムです。このアイテムはモブを引きつけたり離したりしてきます。こちらのキネクティックアトラクターはアイテムも引きつけてしまうので、今回はこちらを作ります。まずはこれから作っていきます。ワンドフォーカスのテレキネシスですね。これを作ります。ネザー水晶4つ。鉄インゴット、金インゴット、風の結晶片、そして真ん中にエンダーパールで起動。これでテレキネシスのワンドフォーカスができました。落ちてるアイテムを動かせるだけみたいです。これといって面白いもんではない。銅のインゴット、風の結晶片と地の結晶片、グレートウッドの原木と、テレキネシスのワンドフォーカスで、コーポラルアトラクターを作りました。早速試してみましょう。一旦ここで試してみて効果を見てみましょう。まず、レッドストーンブロックを置いて、コーポラルアトラクターを置きます。レッドストーン信号の強さによって効果が変わるみたいです。うわあ、こんな感じか。これが引き付けモードで、確か右クリックすると、ああ。これが寄せ付けないモードですね。引き付ける。おお。こうやって切り替えができるんですね。今、ネザーに作ったウィザースケルトンがこのようになってます。ベルトコンベアで流そうとすると壁に奪ったりして外に出ちゃったりするので、これを解除したいと思います。とりあえず、ここに設置してみる。レッドストーンに変えると、あ、これでいいんじゃないだろうか。壁に埋まらなくなったし、真ん中に寄ってくれるしで、すごくやりやすくなりました。これは作ってよかったですね。
ネザースターが大量に確保できたので、ドラゴニックエボリューションのストレージを拡大したいと思います。裏で少しずつ大きくしてティア4まで成長させてあります。ドラゴニウムブロックがなんと作れるか。ドラゴニウムインゴットの確保の方がめんどくさいかな。ネザースターはたくさんあるんだけど、とりあえず44個作ってギア5にしましょう。これでギア5になりました。これで 59.3 億 RF が貯められるようになりました。ギア7にするためにはドラゴニウムブロックが218個必要で、今ギア5の98個だから120個、ブロック1つ作るのに24個のドラゴニウムインゴットが必要だから2880個必要なんですね。先は長いですね。というわけで、鉱石確保のために黄昏の森の亡霊鉱山を掘り抜いてしまいたいと思います。テッセラクトがアイテムの送受信とエネルギーの送受信ができるので、これを介して ME インターフェースにアイテムを突っ込んで、ME ドライブとストレージドロワーにアイテムを突っ込む形にします。亡霊鉱山に来ました。亡霊鉱山は大中小とあるサイズがあるので、これが大の方の亡霊鉱山だと思います。これを全部くり抜いてみたいと思います。違うな、もうちょっと下だな。こんぐらいか。75。これぐらいにしとくか。で、ここに建築機を置いて、まず建築機にマーキング、そしてこれにマーキングして対角線上に飛んで、マーキングが終わったのでこの状態で亡霊鉱山をくり抜きます。建築機の上にテッセラクトを置いて、これでスタートしましょう。うん、動いてるか。じゃあこのまましばらく待ちましょうか。亡霊鉱山が順調にくり抜かれていっています。なんだろう、これにも実績があったはずだけど、これか。モンスターを倒せって実績なのかな。手当たり次第に倒してみるか。これ。君か。大サイズの亡霊鉱山を掘り抜きました。結果を見てみましょう。ダイヤモンド鉱石が341個取れました。ドラゴニウム鉱石は42個取れました。後で近くのツルハシで砕いてみましょう。では、亡霊鉱山に配置されていたチェストを一つ一つ開いてみましょう。一つ目のチェストを開けます。エンチャント付きのピッケル。あ、幸運がついてるので、これは引っぺがして素材にしましょう。二つ目開けます。このチャームオブライフは死んだ時に復活できるトーテムのようなアイテムだったと思います。三つ目開けます。鉱石を引き寄せるマグネットが入ってました。四つ目。二本目のピッケルです。五つ目。装備が作れるアイテムが入ってました。六つ目。装備の素材。7つ目、8つ目、
鉱石の磁石と、これなんだっけ？ムーンワームクイーンが入ってました。なんか気持ち悪い光源になる虫を飛ばせるやつ。ああ。10個目。ツルハシと素材。11個目。これで最後の12個目。あー、ワーム入ってる。ちなみに亡霊鉱山をくり抜いてエネルギーはなくなりました。もう二度とやりません。さて、この採掘してきたドラゴニウム鉱石、一体何個のインゴットに化けるか。740個。エネルギーコアをティア7にするためにはドラゴニウムインゴットがだいたい2900個ぐらい必要で、42個の鉱石から740個のインゴットができたんだから、あとだいたい130個ぐらい鉱石が必要ってことですね。Y10 以下だけプアリーで掘ってしまえば、そんなに難しい数字ではないのかな。